皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらちょっとね、会社名の読み方がわからないんですけれども、アスカンというものですかね、モバイルバッテリーをご提供いただいたので、こちらをね紹介していきたいと思います。でね、モバイルバッテリー、このチャンネルではいろんなものを紹介してきましたけれども、まあだいたいね 5000mAh、 10000mAh あたりがねモバイルバッテリー紹介するメインのところなんですけれども、今回のはねちょっとねそれとは違うんですよ。系統が違う面白いモバイルバッテリーですので、楽しみにしていただけたらと思います。それではね早速開封していきます。はい、それではね開封していきたいと思います。もうね、箱自体が小さいんですけれども、今回紹介するモバイルバッテリー、非常にね小さいモバイルバッテリーです。でちょっと開けますけれども、これがバッテリー本体ですね。で同梱類としては、取説、あとバッテリーを充電するためのケーブルですね。で先に同梱類を見ていきますが、まず取説はですね、こちらは英語、そしてこちらが、日本語で書かれていますね。日本語の取説が入っています。そして充電用のケーブルですけれども、 USB Type Aこちらはですねマイクロ USB ですね。なんか久しぶりに見ましたけれども、マイクロ USB です。でというのもですね、このモバイルバッテリー非常に出力の小さいバッテリーなんですよね。まあ後でね諸データ紹介しますけれども、肝心のそのモバイルバッテリーです、こういうバッテリーなんですよ。わかりますか、めっちゃ薄いでしょ。はい、でちょっとね、細かいデータを紹介しておきます。容量がですね 2500mAh です。はい、で出力が 5V1A ということで 5W ですね。そして本体のモバイルバッテリーフル充電時間が 3.3 時間、で寸法ですけれども、横が 91.3mm、 縦が 64.1mm、 そして厚さがですね 4mm ということになっています。で重さが約 57.7g です。はい、でこのモバイルバッテリーね、まあカードサイズよりちょっと大きいぐらいですかね。はい、iPhone と比べるとこんなサイズ感ですね。ちょうどあれですよね、あの背中に貼り付けるスタンドになるモフトっていうのがありますけれども、あれと同じぐらいのサイズだと思います。はい、横から見るとねこんな感じですね。でこの小さいモバイルバッテリーなんですけれども、細かい機能ねちょっと見ていきましょう。でまずここにですね4つインジケーターがあります。でこちら側に充電用のポートと、あとねこの小さいポッチがあるんですが、これがスイッチになっておりまして、これを押すとこういうふうにね充電状態が分かります。今インジケーター4つのうち3つ目まで点灯しています。でここですよ、これ何かというとですね、ほらライトニングケーブルが内蔵されているんですよ。これすごいですよね。はい、ということでね、このモバイルバッテリー開封シーン見ていただきましたけれども、もうお気づきだと思いますが、ライトニング端子がねもうあらかじめついているんですよ。ということでもうほぼね iPhone 専用のモバイルバッテリーだと思っていただけたら結構です。そしてこの小ささ薄さですね、一体どれほどの実力があるのか。でこのあたりね、このあと iPhone を実際ね充電してみたりですね、それからまあしばらくちょっと使ってみて使用感とかですね、気がついたことなんかをお伝えしたいと思います。はい、前半のね開封シーン見ていただきましたけれども、それからですね約1週間ほどこのねオースカンのカードタイプのモバイルバッテリー使ってみました。で使ってみた上での気がついたことなんかをね今からお話していきたいと思いますが、まずはですね充電実験をしてみたので、その結果をねご報告したいと思います。でその前にですね、モバイルバッテリー全般について言えることで、まあ、ちょっとね知っておいてほしいことをお伝えしたいと思いますが、モバイルバッテリーってね容量表記されているじゃないですか。例えばこのモバイルバッテリーだと 2500mAh ですよね。ただそれ丸々ですね充電したいデバイスに伝えること、充電することはできないんですね。だいたいですね7割以上充電することができると非常にね優秀なモバイルバッテリーだと言われています。でその点でいくとですね、この
オースカンのカード型のモバイルバッテリー 2500mAh ですので、その 70%、 7割というと 1750mAh なんですね。で、 1750mAh っていう数字が今回ね、実験するこの僕が使っている iPhone 13 Pro なんですけれども、この iPhone のバッテリーでいうと大体ですね 56.5% に当たります。ということはですね、まあ大体 iPhone が半分ぐらい充電できたら優秀なねモバイルバッテリーだなということが言えると思うんですよね。で、それをちょっと知っておいていただいて、実際の充電実験の映像をご覧いただきたいと思います。で、今回ですね、充電の実験の方法、 iPhone が残りバッテリー容量、まあ、30% ちょうどから始められたらよかったんですが、残念ながら 29% でスタートしました。で、オースカンのモバイルバッテリーは、ゲージが4つついているフル充電の状態で充電を始めました。で、これね、出力がですね 5W ということなので、これですね、ちょっともう今は懐かしくなってきましたが、昔ね標準でついていたこの 5W の充電器、これに iPhone をライトニングでつないだのと同じスピードで充電できると考えてください。ですので、まあそれほど早くはないんですが、充電実験をね続けていった結果こんな風に、ね、なりました、はい、まずね最初の30分経過で iPhone のバッテリー容量が 46% に増えました。約ね 17% アップですね。そしてインジケーターは残り3つになりました。で、さらに30分経過して実験開始から60分ですね、iPhone のバッテリー容量 63% まで増えまして、このね30分間でも 17% アップですね。ただですね、インジケーターは残り1つということで、お、これはかなりねやばいぞと思ったんですけれども、さらに30分経過した実験開始から90分ですね、この時ですね 79% まで充電。そして、まあ、このあたりからですね充電ペースは落ちてくるんですけれども、プラス 16% ですね。そしてインジケーターは残り1つで、頑張っているという状態で、で最後結局ね、充電がもうこれ以上無理ですよっていうふうにインジケーターが点滅する状態になるのが1時間53分後なんですけれども、この時ですね iPhone が 92% まで回復しています。ということでですね、まあ、29% からスタートしたので、まあ、80% ぐらいまでね回復すれば、まあ、十分かなと思っていたんですが、なんと 92% まで回復ということで、このカードタイプのね薄いバッテリーなんですけれども、iPhone 13 Pro 今回の実験で 29% から 92% 約ですね 63% 回復することができました。ということで、最初にですね、まあ 50% 程度回復できればいいかなと思っていたんですが、充電実験の結果からですね、もうこれかなりバッテリーとして優秀だなっていうのが分かりました。はい、また1週間ほどね実際に持ち運んで使ってみた感想なんですけれども、まあ、最近の iPhone ってバッテリー性能非常に良くて、あまりねもうバッテリー切れっていうことがなくなってきたんですけれども、やっぱりねヘビーに使った日なんかは、あ、やばいぞこれ1日持つかなっていう時あるじゃないですか。で、あるいはうわバッテリー切れそうなんだけどこの場面では切れてほしくないっていう時ありますよね。例えば iPhone をメインカメラとして YouTube 撮影をしている方で、あ、もうちょっと撮りたいけどバッテリーがないとかですね、あるいは iPhone のね Suica を使って改札を通ったんだけれども電車に乗ってる間にですねバッテリー切れそうだっていう時ありますよね。で、そんな時に緊急避難的にですねさっと取り出して、もう一時しのぎでバッテリーを充電するという使い方をするようなモバイルバッテリーだと思うんですけれども、このモバイルバッテリーね、最初に言ったようにカードよりはちょっと大きいんですよ。なのでお財布とかカバンのカード入れのポケット、ここにはね入らないんですね。だけどちょっとだけ大きめなポケットってあるじゃないですか。例えば僕の財布で言うと開いた時にカードを入れるところがあるんですけれども、ここには入らないんですよ。だけどもう一つね裏側にポケットがあるんですよね。カードを何枚か重ねて入れられるところがあるんですよね。そこなんかは入るわけですよ。あるいはリュックなんかでもちょっと小さめのポケットなんかがある方はそこにね常に入れておくということができます。ということで緊急時に使う場合、実験結果から見ていただいたように iPhone ね半分ぐらいまでは確実に充電できますし、で常にカバンに入れていても全く重く感じない、持ち運びすごく便利ですので、このねモバイルバッテリー1個持っておくとかなりね安心感が増すと思います。はい、ということでそういう使い方をねするのであれば、このモバイルバッテリー、ね、本当に便利なんじゃないかなと。最近ね1万ミリアンペアとか2万ミリアンペアとか、あるいはね
出力ワット数ですね、高速充電の競争がずっとモバイルバッテリーって続いているんですけれども、ちょっとね目を転じて考え方を変えてやると、あ、こういうのも結構便利だなと思われる方多いと思います。そういう方にね非常におすすめなんじゃないかなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、オースカンさんからレビュー用に提供していただいた、まあ、実質 iPhone 専用なんですけれども、カードタイプのモバイルバッテリーを紹介させていただきました。 iPhone をお使いの方でね、でもまあ iPhone 毎日充電は持つんだけれども、時々ねやばいなっていう時がありますという方にねおすすめしたいと思います。まあ、こういうのね1枚持っておくと万が一のね災害時にもいいと思いますし、ずっとねカバンに入れっぱなしでもですね全く邪魔にならないですし、まあ、お値段もねお手頃ですし、1枚持っておくとねいいんじゃないかなと思います。それにですね、端子がライトニングがついてますので、 AirPods なんかをね充電するのにも使えますので、こういうねライトニング端子付きのかなり軽めのモバイルバッテリーってね、案外ねアップル製品で身の回り固めているという方にはねかなりね使い勝手がいいんじゃないかなと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。